ただいまから本日の隣についての記者会見を始めます。まずはじめに会見者をご紹介させていただきます。皆様から向かって左側が大志徳大学の勝高治様でございます。向かって右側が山口義則佐賀県知事でございます。よろしくお願いします。私、本日の会見の進行を務めます佐賀県危機管理報道局長の山下でございます。よろしくお願いいたします。本日の会見は勝高治食大夫そして山口佐賀県知事の順に発言がございます。質問につきましてはその後に勉強いたします。それでは勝高治食大夫様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、勝治でございます。それでは私から高治同期両殿下の本日1日のご感想につきましてお預かりしておりますので、それを紹介させていただきたいと思います。2回読みます。よろしくお願いします。本日の午前中は令和元年度全国高等学校総合体育大会総合開会式に出席をいたしました。私たちにとって高校総体への出席は久しぶりのことでありましたが、文人が初めて鹿児島県を訪れたのが37年前の高校総体でした。そのことからも当時のことを思い出しながら開会式に出席いたしました。開会式が行われた鹿児島アリーナの前には昨日交流会で高校生たちから説明を受けたモザイカルチャーが飾られており、また式典中の各種演奏では県下の高校生による素敵な演奏を聞くことができました。開会式に出場したのは主としてバスケットボールと聞きましたが、全国から集まった選手たちには練習の成果を大いに発揮していただくことを願っております。で、次は公開演技の関係でございますので、これは非連歌の感想、ご感想ということになります。その後に行われた公開演技では大島紬や薩摩切子など鹿児島の豊かな文化や郷土の歴史を表現したものを鑑賞いたしました。この日のために練習を積み重ねてきた高校生たちの息の合った素晴らしい舞台に感動いたしました。次からまた両殿下のご感想になります。午後は佐賀県
県へと移動いたしました。佐賀県には2005年10月に2人で唐津を訪れて以来の訪問となりました。第43回全国高等学校総合文化祭の開会式についてですが、全国各地並びに海外3カ国からの多くの高校生の参加を得て開会したことを誠に喜ばしく思います。また本年も生徒実行委員会が主体となって作り上げた開会式に感銘を受けました。日本各地そして海外から集まった高校生が交流することを通じてさまざまな意見交換がなされ、参加者の心に残る祭典となることを願っております。今回の総合開会式は例年と同じく三部構成で行われました。この間合唱や吹奏楽、構成劇、そして開会式全体を通じての MC など多くの生徒が携わっておりましたが、海外からの参加者も含めそれぞれの役割を果たしていく過程には見ている側が考えているよりはるかに多くの苦労があったことと思います。特に県内の各校の生徒たちが時間の都合をつけてリハーサルを繰り返すのは相当な労を費やしたことと資料にいたします。その意味においても大変感銘を受けた開会式でした。開会式の後59校1770人が参加したパレードを見学いたしました。各都道府県代表のマーチングバンドやバトントワリングのはつらつとして華やかなパフォーマンスを
反応をいたしました。有国山口知事より今日の佐賀県の歴史や文化をはじめとする外境や特産品、現在行われている取り組みなどについてのお話を伺い、同県への理解を深めることができました。皆様に暑い中、暖かく迎えていただいたことに感謝しております。以上でございますが、もう一度読まさせていただきます。本日の午前中は令和元年度全国高等学校総合体育大会総合開会式に出席をいたしました。私たちにとって高校総体への出席は久しぶりのことでありましたが、文人が初めて鹿児島県を訪れたのが37年前の高校総体でした。そのことからも当時のことを思い出しながら開会式に出席いたしました。開会式が行われた鹿児島アリーナの前には、昨日交流会で高校生たちから説明を受けたモザイカルチャーが飾られており、また式典中の各種演奏では県下の高校生による素敵な演奏を聞くことができました。開会式に出場したのは主としてバスケットボールと聞きましたが、全国から集まった選手たちには練習の成果を大いに発揮していただくことを願っております。次は非殿下のご感想になりますが、その後に行われた公開演技では、大島紬や薩摩切子など鹿児島の豊かな文化や郷土の歴史を表現したものを鑑賞いたしました。この日のために練習を積み重ねてきた高校生たちの息の合った素晴らしい舞台に感動いたしました。次からは両殿下のご感想になります。午後は佐賀県へと移動いたしました。佐賀県には2005年10月に2人で唐津を訪れて以来の訪問となりました。第43回全国高等学校総合文化祭の開会式についてですが、全国各地並びに海外3カ国からの多くの高校生の参加を得て開会したことを誠に喜ばしく思います。また本年も生徒実行委員会が主体となって作り上げた開会式に感銘を受けました。日本各地、そして海外から集まった高校生が交流することを通じて、さまざまな意見交換がなされ、参加者の心に残る祭典となることを願っております。今回の総合開会式は、例年と同じく3部構成で行われました。この間、合奏や吹奏楽、構成劇、そして開会式全体を通じての MC など多くの生徒が携わっておりましたが、海外からの参加者も含めそれぞれの役目を果たしていく過程には、見ている側が考えているよりはるかに多くの苦労があったことと思います。特に県内の各校の生徒たちが時間の都合をつけてリハーサルを繰り返すのは相当な労を費やしたことと資料いたします。その意味においても大変感銘を受けた開会式でした。開会式の後、59校1770人が参加したパレードを見学いたしました。各都道府県代表のマーチングバンドや
バトントワリングのはつらつとして華やかなパフォーマンスを堪能いたしました。有国山口知事より今日の佐賀県の歴史や文化をはじめとする外教や特産品、現在行われている取り組みなどについてのお話を伺い、道県への理解を深めることができました。皆様に暑い中温かく迎えていただいたことに感謝しております。以上でございます。はい、ありがとうございました。では山口知事お願いします。はい、この度の秋篠宮皇嗣同妃と両殿下のご来客大変光栄に存じております。そして鹿児島のインターハイと佐賀総分と両方ということになりました。明日両殿下は今度はまた鹿児島の方にお戻りになられるわけですけれども、大変、大変なことだというふうに思っておりますし、まあ、これは記者の皆さん方の、今回こういう新しいパターンに今年限りでしょうかなりましたので、まあ、いろいろ混乱もあったかと思います。本当にお疲れ様でございます。本日新鳥栖駅からお入りになられまして、総合開会式の方にご臨席を賜りましたけれども、やはり皇嗣殿下が高校生にも話をしておりましたけれども、自分は佐賀とご縁があるっていう話をされていたことが非常に印象に残っておりまして、美智子様のお母様が佐賀副島家のからということであって、そういったことも お話に流れるのを横で見ておりまして、非常に胸が熱くなりましたし、本当に光栄に思ったところで、そこを開会式につきましては、非常に気持ちが入ったとおっしゃっていただいて、本当に高校生が一生懸命やってる姿にそうやって感動していただけたっていうことが、もう生徒にとってはもう何より嬉しいことだったというふうに思いますし、皇嗣殿下が演劇の中でみんなで愛してるっていうところがありますけど、自分も愛してるって言ったよっていう大きな声でっていう話もいただいたりして、そうやって、ご対応いただいたこともですね、もうとっても生徒たちにはとても嬉しかったことだったというふうに思います。パレードにつきましては、これも皇嗣殿下の方からやはり大雨、のパレードはきついっていうお話もいただいて、雨降ったらしいねっていうことをいただいて、今日降ったんですけれども、ちょうど夕方になると、見事に雨が引いて、むしろ涼しい風が吹くような状況になりまして、それは本当に良かったことだっていうふうに言っていただいて、我々も本当胸をなで下ろして、全国のパレードの生徒たちがあんなに明るく元気にやっている姿を見て、非常に良かったなというふうに心から思った次第であります。それから我々の主題歌、非常にいい曲だねっていうふうに言っていただいたこともやっぱり印象に残っておりまして、みんなで曲を練習して良かったなというふうに思いました。県政概要につきましては、本当によく佐賀県のことをご存知で、もうバラスモとかいう話ももうご存知でありました。熱心に聞いていただいたというふうに思っています。いろんなことにご関心いただきました。大久保神社ですとか有徳稲荷神社ですとか、それから佐賀県に東京オリンピックのキャンプに来るフィンランドの話ですとか、有田焼について、
オランダのロレンティン妃と現れたり来た時の話とかいうところも語ってまして、非常に盛んにこういろいろご愛着をいただいていることに関してもう大変嬉しく胸が熱くなったわけであります。本当に多くの高校生に非常に親しく接していただいたことは佐賀県民を代表して御礼申し上げたいというふうに思います。明日の日程もつつがなく進みまして、さらに多くの高校生と振り合っていただきたいと思います。この2日間の滞在が両殿下にとりまして、また思い出深いことになりますように我々も精一杯努めていきたいと考えております。以上です。